はい、こんにちは、僕です。ハッピーツイントシアオルやっていきましょう。席を外してしまい、申し訳ございません。お話はいかがでしたでしょうか？冗談じゃないぜ。姉さん自慢ばっか聞いてたって。ぐ、本人の前で言わないでほしいっす。自慢か。それは光栄だ。あ、光栄になってる。ここは光栄ですね。しかし負けてはいられないな。どれ、私の弟自慢も一つ聞いてみてはいかがでしょうか、兄弟。わわわ。散々やっといて。そんなんいいんからさ、姉さん。そんなん。俺にもその実力見せてくれよ。強い強いって聞いてばかりで、直接見せてくれたことはないだろ。気になっちゃったぜ。あのさ、気分はわかるんすけど、魔導士は虚栄を張るために技術を乱用したりなんてしないんすよ。無礼な言動は慎んでもらいたいっす。いいでしょう。姉上。本来試練とは、時と場合を構わず迫り来るもの。兄弟がそれを望まれるのであれば、このアルネ・アルタナーダ、ぜひ受けて立ちましょう。おお。ただ、私めの些細なお願い事も一つ聞いていただけないでしょうか。ベル兄弟、私と共に訓練場に立っていただきたいのです。いきなりの提案に、俺とエノク兄ちゃんは同時に大きく目を開けた。俺が？はい。無論もう一つ条件を付け加えましょう。私は左手の親指と人差し指のみを使い、兄弟を倒してみせます。兄弟は自由に動いていただいて構いません。魔導士は虚栄のために技術を使わないなんて言ってたくせに、俺のこと舐めすぎなんじゃないか。いくら実力に自信があるってもな。じゃあこうしようぜ。もし俺が姉さんを倒せたら俺の勝利で、負けた方は勝った方の願い事を聞いてやるってことで。どう？受けて立ちましょう。後で文句言うなよ。アルネと戦うことになったんですか。弱爆なる訓練場。俺たち二人は向かい合い立つ。忙しいだろうに、余計なとこで力を使わせちゃってなんだかごめんよ姉さん。こういう形でもありますが、兄弟と向かい合える機会ができて嬉しいです。それでは二人とも位置について。はじめの合図が聞こえて、俺は蹴り立て前へ走った。なのに奇妙なことが起きた。きっと前へ走ったはずなのに、目の前にあるのは黄金色の高い天井だった。あちこち飾り付けてあった明かりがなんと輝くことか。何気なく気が遠くなってしまう風景だ。都市会に入ったのは片手だ。天井から降りかかる光を受けた白くてまっすぐな手。俺はその手を握り体を起こした。私の勝利でございます。手の先から見える彼女は満面の笑みをたたえた。清い声に気を戻した。なんだから姉上の勝利ですって。なわけあまりにも一瞬すぎるだろ。本当に指2本しか使ってなかったのか。嘘も偽りも一切存在しなかった。あ、エルジェーベトだ。しばらく聞くこともなかった男性の低い声で背筋が寒くなる。彼は拍手でもしそうな余裕のある表情で、俺の後ろの二人はあの人物の前で頭を下げた。本来技術とは武器を使わず体だけを駆使した体力の鍛錬法。はじめに相手を制するための機敏さを最重要視し、長く鍛錬を続けるほどその体に技術が刻み込まれる。単に体を投げつけるだけで倒せるものではない。早くもしつけを始めたかハルネよ。ただお手本をお見せしただけにございます。お帰りなさいませ、おじさま。お久だぜ、魔導部司教様。司教様の前では敬語を使ってください。しつけとかお手本とか、結局はもて遊んでただけなんだろ。いえ、まさか。申し上げた通り、体術とは何たるか、どう扱うものか、その体に直接教え込ませていただいただけでございます。話すだけでは伝わらないものがありますから。それに、私の実力も気になるとおっしゃっておられましたので。もうお分かりっすよね。魔導士が磨く術には
みんなそれぞれそれ相応の重みがあるんですよ。暇つぶしに他人に見せられるようなもんじゃないっす。わかった、わかったって、今回は負けを認めなくっちゃな。司教様が来たってことは、俺はもう帰った方がいいのか？魔導部の業務は、基本団体がそれぞれの能力に合わせ分担されるため、途中参加は叶わない。これはいい機会だな。少しばかり早い歓迎式だとでも思って、共にお茶でもたしなむのはどうだ？一緒にお茶飲むんですかね。エルジェーベと久しぶりに出てきましたね。さっきまでは楽に感じられた部屋の空気が、彼を前にしているだけで重たく沈んだ。二人は上手にジャグの上に置いてあった白い布を取った。あの道具は最近までも使われていたか、誇りもなく綺麗だ。少しして前に置いてあった茶碗に、奇妙なほどに赤色の水が入り、低いテーブルに湯気が曇る。紅茶ですかね。気まずい席での慣れない茶の匂いは苦しいだけだ。いかがした？茶は嫌いか？あんま飲んだことがないもんで。ただこの状況が心地悪いだけではなくか。余計に気は利いていらっしゃってよ。苛立たしくなって。テーブルの下で指をグズグズしている間に、テーブルの上に4杯の茶碗を満たした彼女が俺の隣に座った。先ほどとは別の意味で心臓がドキッとした。確かに、そっくりの3人が並んで座っている光景は誰が見てもヘンテコなんだろう。若造がそんなに固い姿勢でいかがする。そう気にするでない。お前ももうじき、我らが魔導部の家族だ。はは。そんなんじゃないって、三人でこうやってよくお茶を飲んだりするのか。最近は仕事で忙しくて少し稀になってしまったが、なるべく努力している方だな。あれねよ、茶を入れる腕がとてもいいものだな。俺も隣で手伝ったんすけど、やかましい、付け加えるな。俺が知らないわけがなかろう。はは、えのく。それはそうとしてベリアル。聞くに今日は、生死の境をさまよっていたらしいではないか。具合はどうだ？ほんとね、噂が広がるの早いですよね。まあまあ、傷ももう治ったし。ほう。どうやら話は全部聞いたようだな。司教様は、この傷跡についてどう思う？司教様は知識がとても豊富そうだし、なんか知ってるんだよな。お前の腕の、その傷か。そうだな。それはやはり神託の兆候だろう。目前と話を聞いていた二人が同時に茶碗を下ろした。学術部の司教様も似たようなこと言ってたぜ。神託って一体どういう意味なんだ？詰まるところは、神が貴様の体を持って人間に何かのメッセージを伝えようとしているということだ。神託はまさに神が人間とこの地をまだ捨ててはいないという最後の証拠。我ら魔導士は古くからこの神託を予言してきた。予言？魔導士の特技にもいろんな種類があるんすよ。その中でも僕らの家系は昔から予言者した。予言者した。会話中に弦を挟むでない絵の具。とにかく自信絡みのこととなったら目がないものだな。とにもかくにも、司教様はいつも必要時にだけ僕を呼びになさって、株でもそんだけやってたら中毒っすよ、中毒。株？ああ、そうさな。おかげでよく使いこなしているものだ。置いておけばそれなりの役は妥当。何の話？魔導士の血を引く、あまたの人々の中で、兄弟を探し出したのもまた絵の具なのですよ。え、兄ちゃんが？しかり。我らアルタナータ家の新しい家族とならん男として、神が貴様をお選びになったのだ。しかも、本日貴様に刻まれたその傷、俺はこれが偶然とは思わない。でも、予言ってもんは結果が出るまでは信憑性に欠けるんだろ。勝敗の結果が最初から決まっていたり、若くして命を落としてしまうのは、その寿命が決められているがためというように。運命というものは、ある日急に変わるようなものではなく、ただ本来からそれが決められているだけだ。
預言者にはそれが見えるだけだ。面白いな。預言者って本当にあるんだな。神殿には多くの預言者がいます。大災害を予測したり、神託を受けるもまた彼らの仕事です。現在は学術部が今までの記録と研究をもとに、ペスティスの解決にとても大きい手助けとなりますが、予言はそれとはまた異なるものです。さよう、奴らの子供騙し同様の技は予言とは比べ物にならぬ。我ら魔道の予言者たちは、優れた神聖力と強い信仰心によって神の声を聞き、かのお方の意志を伝える仕事をしているのだ。じゃあ兄ちゃんは魔道士の中でも結構なお偉いさんだったんだな。なのになんでこんなことやってるんだ。僕は他の方々と違って才能がなかったんす。そんな才能あったら競馬場で馬のケツばっか眺めてもなかったっすよ。魔道の司祭に自虐は似合わぬぞ、ヘノク。もっともこの俺が選んだものである貴様はな。はい、もちろんっす。慰めてもらうつもりではなかったんすけど、恥ずかしいっす。三人とも、本当に小さい頃から知り合い同士だったんだな。待てよ。てかそうなると、姉さんの親御さんはどこにいらっしゃるんだ。確か司教様はおじ様なんだよな。私の両親は、どちらも私の幼い頃、すでに有名茶会をことにされたため、行き場のなかった私をおじ様が引き取ってくださったのです。彷徨っていた私に価値を与え、生きてゆく道を照らしていただきました。うむ、俺のハルネはその頃からもすでに愛らしかったものだ。じゃあ兄ちゃんは、まさか兄ちゃんが司教様の息子ってそんなわけないよな。身長から違うし。当然違うっすよ。サイズが違うじゃないっすか、サイズが。僕も姉上と似たような立場でした。僕には本当に才能がなかったもんで、実は魔術師も名乗れないレベルだったんすよ。家主様が僕を捨てたんす。それを俺が拾ったというわけだ。ちょうど宝くじの番号を書いてくれるやつが必要だったもので。あの頃の貴様はまだ人懐っこく礼儀正しいものだったな。おじ様の配慮のおかげで、幼き頃を寂しがることもなく過ごすことができました。ご本。ともかく人間とは誰だって使い道はあるといった話だ。世間には運命だから仕方なかったなどとおざくやからが散在しているが、それらすべては負け犬の遠吠えでしかならぬ。今さっき運命は変えられないって言ってなかったか。もちろん決められた運命は変えられない。しかし運命というものは最後まで生き延びた者の手を取ってくれるのだ。それは変わるんじゃない。元より変わるという事実そのものが決まっていたのだよ。言うだけ便利のように聞こえるかもしれないが、いくら頑張っても変えられはしない運命というものがあるがゆえに、人生は残酷だ。アルタナー岳の長者が若死にするのが神託として釘を刺されているようにな。若死にって、とても古くから告げられてきた神託にございます。実際おじさまの姉上方であり、三姉妹の長者であった私の母上は、私がとても幼き頃に有名茶会をことにされました。若いうちに死んでしまうんですね、アルタナー岳。じゃあ司教様は今後何が起こるかなんてお見通しなのか。そんなわけが。いくらあがきもがいて一生努力したって、結局俺は神に仕える人間でしかなかった。この俺にだって不安はある。それなりの悩みや心配も、後悔もある。俺に、それほどの力がもしあったのなら、俺の弟は、元枢機卿を名乗る野郎に殺されなどしなかったはずだ。話を続ける途中に、突然、鬱憤が込み上がってきたか、平静を保っていたエルジェーベト司教がテーブルを叩きつけた。隣に座っていたアルネーは、黙って茶碗から飛び出た滴りを吹いた。彼はすぐ震える手で自分の眉間を握って深いため息をつく。ベリアル、この神殿の枢機卿について聞いたことはあるか。
まだね、枢機卿って全くその姿も名前も見えてないですよね。白石卿様の親父で城下部を設部したってぐらいなら、あれそんな話でしたっけ。俺の弟は元より彼の親密な友であった。それゆえ長い時間を共にしてきたのだ。本来枢機卿の席は魔導士がつくのが普通であったゆえ、みんなが俺の弟こそが次期枢機卿となるはずだと予想していた。俺もそうなるだろうと思っていた。そんな弟を持ったことがとても誇らしかった。しかし実現することはなかった。俺の弟が死んで奴が枢機卿の座に上り詰めたからだ。そんなのただの偶然じゃないか。司教様の言った通りなら、枢機卿様が神託を得たのはそれが初めから決められた運命だったってことじゃないのか。あの畜生がか。笑わせるでない。あんな人間の皮をかぶり道徳秩序を流辱するような災いそのものが神の代弁者など、それが運命だというのならば、神という輩の尻拭いなんぞやめてやる。強い意志で吐き出された彼の言葉に俺はどんな相槌も打てなかった。ただ意味もなく茶碗をいじくるだけだ。奴は神の名をも汚し俺の全てを奪い去った。俺は俺に残ったわずかを守るために俺の全てをかけたのだ。時間、名誉、そして残った命さえ。近日内に奴は災いを運び、この大陸の脅威となるだろう。奴の思惑通りにさせてやるものか、俺は生き延びてやれ。生き延びて最初から運命は俺の味方だということを証明してやれ。人生とは思い通りに動いてくれるわけではあるまいが、その連鎖を限りなく否定しているがため、人間は人間でいられる。ベリアル、アルネは俺に残った全てだ。俺の弟が残していったこの子の未来を単に運命が奪い去ってゆくまで待っているわけにはいかぬと思った。俺には貴様が必要なのだよ。俺は何があろうと俺の苗を守っていく。貴様もまた誇らしい我々の一員だ。どちらが勝つかなど、お前の言う通り結果を見なければわからないものだが、俺は貴様にかけてみたい。枢機卿が怪我した人類の未来を、そして俺の愛するアルネの運命も。重たい視線が俺の方に集まる。まるで逃げる余地を消しているようだ。ただ一口さえも飲んでいない紅茶はとっくに冷めている。ちょっと外で風に当たってくる。なんかね、エルジェーベトにも思惑がやっぱりあるんですね。枢機卿と敵対している関係なんですかね。俺はこの場所を後ろに残して走り出した。といったところで、一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。またね、続きは次回やっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。